大分地方気象台によりますと、今日の県内は前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。現在、中津市や日田市などに大雨警報が出ていて、日田市の一部の地域には高齢者等避難が発表されています。今月10日の降り始めからの雨量は、日田市椿ヶ鼻で225ミリ、クスで 153.5 ミリなどとなっています。国東市国東町の県道では昨日正午過ぎ、道路沿いの木が倒れているのが見つかりました。雨の影響で倒れたとみられ、現場では木と接触したとみられる電柱が折れていました。県内は線状降水帯が発生する恐れはほぼなくなりましたが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、少しの雨でも土砂災害が発生する恐れがあります。今夜遅くにかけて土砂災害に警戒してください。